豆知識認定コーチの西村です。本日は私の祖父母の話です。なんかですね、私自身に興味をお持ちいただいた方から時々ご質問が来るんです。西村さんってお嬢ですねって話で、まあお嬢はお嬢ですねって話です。理由はですね、私の祖父が父方の祖父がですね、外科医なんですよ。で、祖父の家って石川県の中でもどっちかというと富山県の方の境に近い栗から峠の方の農家です。地主さんです。で、私の祖母も地主さんです。なんか長男長女とかじゃないので、結婚して土地継げないから、お前たちは頭だけつけろみたいな感じで結婚してますから、まあ当時にしては珍しく医学校行ってるって感じ、お医者さんになってるって感じなんですね。で、私の母方の祖母っていうのは福井の方のやっぱり地主さんのとこのお嬢さんです。地主さんっていうか酒屋さんでもあるんですけど、母方の祖父は大学教授で、元はその祖父の父が日本郵船の社員でしたっていうお家です。要は父方の祖父母の家と、あと母方の祖母の家は全員農地改革で土地失った側です。土地失っても頭だけ残るんですよ。私の父方の祖父母っていうに及ばずなんですけど、母方の祖母もめっちゃ頭いいんです。母方の祖母なんてなんかまあすごかったですよ、記憶力が。で、まあ要するに頭でっかちな家系だったんです。私もこうやって頭使ってる、コーチやってるからなんかなって感じの、私のルーツに興味持っていただきましてありがとうございます。